熊って漢字ありましたっけ？あし熊ってカタカナでしか書いたことない。え、熊ってなんだっけ？いや、熊や。熊ってなんだっけじゃん。これクマやもんな。いや、これは草やねん。ああ。お前が書いたやん。え、マジで分かんなかったクマ。勉強します。松本人志って書けるんですか？ああ、書きます書きます。え、それはちょっと任せてください。いや、こんなんか。さっき台本見たんで。台本見たんで。これは簡単やわ。そうか。え？来ました。はい、松本。ボケがきついってやらない。ボケはあれガーン行き過ぎやねん。うまいな。これ全部外れてんの。すごいすごい。ここちょっとこれも分かる。犬って書ける。あ、そりゃ書けますよ。お願いします。え、これ書けなかったら、いや、今までこれで裏切られてきたから。いや、え、本当に書いちゃいますよ。犬猫って書く。猫犬でもいいですか？猫はね、確か画数がペットショップか。猫って書いてよ。あ、じゃあ分かりました。犬はもう分かりますよ。そうやんな。猫ってなんだっけな。まあちょっと猫は難易度高いやろ。急にな。マジで。なんか全然分かんない。なんか配置だけ。なんか怖い。なんだっけ。なんか怖い。そう、これがこっち来て。そうですよ。配置だけ。ミックスされた化け物みたいな怖い。難しい。いや、赤って書けるの？あ、もちろん、もちろん。じゃあ、青も青も書けます。色は好きです。黒も黒も好きです。桃、はい、桃色。あ、桃色、赤色でもいいです。赤色？怖いな。服やってんのかって言ってんの。